ガンバ大阪、東口正明。大事にしている言葉。職業柄っていうか、キーパーは攻められることしかないんで、危ない場面があったらやばいピンチや、やばいピンチやっていう考え方だったんですけど、中学高校とあんまりうまくいかなかった時代、言ってみたらピンチですよね。ピンチの時にすごい人間としてもサッカーとしても成長できたと今は思ってるし、今はもうこのピンチをしのげたらチャンスに変わるっていう、なんですかね、一個先を見れるようになって、そんなピンチがピンチじゃなくなったり、そういうのをすごい今は特に実感しますね。ピンチはチャンス。次回はヴィッセル神戸橋本航です。ぜひ見てください。